カピラボ。皆さんどうもこんにちは。カピラボのカピさんです。今回の動画は NG アニメーションのみとなります。内容が入ってこないとボツにされたものと、悪ふざけで作ったものの2本立てです。なぜか映像ノイズが入ってしまうので使えないアニメーションになってしまいました。PC 要素なしなので興味のない方はブラウザバックでお願いします。それではどうぞー。全デッシュルイが泣いた。デッシュルイ史上類を見ない最高傑作。映像化不可能と言われたあの作品がついに待望の動画化。その名も。新企画、カピラボ的わらしべ長者。ということで始まりました。今回からカピラボ初企画をやっていきたいと思います。まず、趣旨とルールをご説明いたします。まずは企画の趣旨ですね。皆さん、わらしべ長者という物語はご存知でしょうか？簡単に説明すると、わらをいろいろなものと交換して最終的に屋敷を手に入れるという物語です。はい、はしょりすぎとか言わないでください。この物語にあやかって、カピラボでは中古やジャンク品から格安ゲーミング PC を作れる予算を獲得していきたいと思います。目標金額は5万円とします。ゴールの5万円までの予算を獲得するために頑張っていきます。また、5万円に達成したら格安ゲーミング PC を組んで視聴者の方にプレゼントを行いたいと思います。これが今回の企画の流れですね。そして、この企画をやるにあたって販売はメルカリかヤフオクを使っていきたいと思います。購入金額と送料や手数料など販売にかかった金額は差し引きし、元手を増やしていきたいと思います。購入はハードオフなどのリサイクルショップか、オークションやフリマアプリを利用します。そして、販売するにあたってルールを設けます。はい、1本目終了ですね。喋りと動画が違いすぎて趣旨やルールが伝わらないとのダメ出しでした。意外と頑張ったのに。それで発議はなぜか悪ふざけで制作されたものです。はい、その2終了です。なぜか文字のところにノイズが出てしまいます。それになぜこれが作られたか不明です。それでは今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたわらしべの出品物全部売れました。よかったー。